はい、渋市でございます。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今日はあの横浜、ちょっとねいろいろと見て回ってるんですが、今はね赤レンガ、まあ、倉庫ありますね。それをちょっとね見に来てるんです。ちょっといいですか。あー、またしても休館中ちゃうよ。休館中とあれは鳥やけどね、こちらは休館中、まあ、設備のねメンテナンスちょっといろいろねありますが、まあ中は見れませんが、外からはねいくらでも見れますので、こういう建物かというのをね見ていただいたらねいいと思うんです。うん、いかがか、皆さんいかがですか。初めて見る方もねいてると思うんです。私が来たね 3,4 年前に、まあ、中にはね食事するところ、お店いろいろとたくさん並んでおりました。今はね5月9日より休館いたしますって書いてますね。でもね外のレンガはお楽しみいただけますよ。この窓も古いものなのかな、ちょっとわからないけど、このレンガはね古いもんでしょう。まあ改装もしてるかと思いますが、いかがですかね。あちらにもね大きな建物がありまして、ここイベント広場ですかね。いろいろと土日にはねここでお店開いて、いらっしゃいいらっしゃいってね皆さんに声をかけると思うんですが、今日は平日、まして休館中まあなんともいい日にねここに来たんでしょう。でもメンテナンスはね仕方ありません。この雰囲気だけでもね見ていただいて、このとんがり山の向こうにね赤いレンガ倉庫がありますんでね、これを楽しんでいただきましょう。こういう風景もね工事中とか閉館中いうのがね、これを目当てに来る方もいてるかもしれません。まあそれはいてないか、渋市ぐらいか、へそ曲がりだからの。まあでもな、こうやって仕事もしてくれてる、ありがとう。皆さんにの綺麗にしてくれてるのありがとうとしか言いようありません。作業台がないっぱいあって、これも何か、ここにイベント広場もう一つ作るんだと思うな。これベンチだしな。うん、これビールの樽じゃないんか、そうじゃないんかの、何か私もあんまりわからないが、うん、まあビールだろうこれね。ビアガーデンするのか終わったのか、うん、終わったのかもしらん。いやまだこれのビニール貼ってるからこれからなのかもしらん。ということは今後皆さんの来たらここでビアガーデンお楽しみしていただいて、
こういうところだったのかというのをね、楽しんでいただいたらいいかと思うんです。これもな、休館中も何かの縁、ここからの入り口で入って、この右手にカフェとかレストランとかあったよ。ちょっと老朽化してるのかな。まあ一時の思い出というのでのいいんじゃない。この向こうへ行くと横浜港かの、ちょっとこちらから見ればいいんじゃない。うん、右と左に綺麗なレンガ倉庫があって、うん、なかなか風流での、風流という名の景観というかの、うん、景色景色。これも横浜クルーズターミナル、音楽がなっての気持ちいいんじゃない。なんとも気持ちのいいの港、港未来。お客さんものちょっと乗ってるが、出発するのかの、うん、気持ちいいな。またしてもの横浜の向かい、アメリカだから。何か昔の歌にあったの。赤い靴履いてたというような可愛い女の子がの、偉人さんに連れられて、まあアメリカ人とは限らんからの、ポルトガル、フランス、うん、いろいろどこ行ったのかは知らないが、この向こうがのアメリカなんだ。ちょっと高いところに登ると見えないかな。うん、見えるわけないか、地球は丸いからの。なかなかいい景色じゃないか。ちょっと後ろ見てみようか。うん、なかなかこちらからものいい眺めなんだ。赤レンガの向こうにランドマークタワーあり、あのふるさと新しさ混ざり合ってないか、ここね。調和してないか。うん、私はぴったりと調和してると思うぞ。ここから見る港未来、うん、未来が見えるよ。うん、なかなかのいい未来が私の前には浮かんできたよ。皆さんどうだ、これは見て、うん、未来を浮かんでこないか。うん、どうだろう。来た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 、浮かんできたよ。それではのレンガ倉庫からのお別れとしよう。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。登録忘れないでね。渋いと会うには一瞬で消えてしまうから、登録してもらわないとの、なかなか出てこないんだ、私恥ずかしいから。それではまたね、さよなら。またありがとう。